武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我悪鬼羅刹となりて目の前の敵すべてを斬る。サムライショーダウン。チャムチャム。バナナン、バナナン。時は天明七年。先の日の輪の国での大乱と時を同じくして、老中田沼意次が失脚。新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。一方グリーンヘルに住む少女チャムチャムはお守りとして兄からもらった仮面を頭に乗せ、湖にて巨大な電気ウナギを探していた。それはひとえにいつか帰るだろう兄を驚かせるため、水面に映った大きな影に飛びかかろうとしたその時、会長の爪がチャムチャムの体をつかみ上げた。行く先も知れぬ空の旅、チャムチャムは冒険の予感に胸を高鳴らせるのであった。タム兄ちゃん探してるの？大きな女の人に奪われた宝珠を探して日の本に行って寂しいんだぞ。ん？大きな女の人ってもしかして、あれ？じゃあちょっと前にあたしらの船壊したのって一体って、なんであんたはやる気満々になってんだよ。あーくそ。なくなればいい。辛い、苦しい、憎い、何もかも滅べ。本当は怖いけど戦うぞ。頑張ってタム兄ちゃんにいっぱい褒めてもらうんだ。許せない、この世が、そなたが、憎い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 。
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。桜吹雪で染まるチャムチャムの視界にふと一人の男の影が映る。それは誇り高き戦士であり、己の自慢の兄の姿だった。駆け寄るチャムチャムの体を兄は優しく抱きとめる。チャムチャム、よく頑張ったな。満開の桜の木の下にて開校した兄弟は涙を流しながら再会の喜びを分かち合うのであった。兄との再会から数日、チャムチャムは船着き場へと足を運んだ。村の宝珠を探すために日の本に残る兄と別れ、故郷へ送ってくれるという親切な船大工の船へと乗り込む。遠ざかる兄の姿が見えなくなってもなお、チャムチャムはその手を大きく振り続けた。故郷に戻り一晩眠れば、旅路の疲れは瞬く間に癒えた。元気になったチャムチャムは家を飛び出すと湖へ走り獲物を探す。いつか兄が村へ戻った時、もう一度よく頑張ったと褒めてもらうために、水面に飛び込む彼女の胸の内には、兄の優しい笑顔が太陽のように輝いていたのだった。